でも、J アラートも何が飛んでくるかっていうの情報まで分かりませんよね。うん、何、どういう状況の場合はどういうふうに考えたらいいのかって何かおっしゃいますか。内閣官房の方からこうパンフレット、はい、あるいはそのホームページの方で、はい、これはどういう対応報道局を持ってはいます、はい、まあ、核弾頭の場合とか、うん、カーブ弾頭などありますけども、うん、なかなか今言われたようにすぐ分かりませんね。分かるでしょ、大学の中身そこからじゃ何か違うか。それは、はい、意外とに基本的には、はい、県外などでも地下の訪日とかいうようなパターンなんです、うん、でただ核弾頭のような場合は、はい、光を見ないとか、あるいはその短期弾頭の場合のような場合があると分かれば、それは風上のような風下の方に、まあ、いろんな対応は細かいのがありますけども、まずは基本は屋外でもなく屋内、しかも堅固な建物があれば堅固な建物、地下があれば地下ということが原則だと思います。堅固な建物、都内のようなのが堅固な建物。